税金が高すぎる RPG 始めましょうか。注意、このゲームは様々なパロディが含まれています。パロディが苦手な方はプレイヤーを控えください。タイトルからさせる通り税金が高いコンセプトとしたゲームとなっておりますが、実際の政治批判をする目的がないことをここに明記しています。それではゲームスタートです。お楽しみください。時は中世、廃墟に発生する空き巣スライム問題が深刻化していた。ここはこれの原因が魔王にあるとして、魔王討伐のためと国民に告げ税金を上げていた。脱税者が魔王の手先として処刑される中、勇者ハロルドが魔王討伐のために出ることとなった。よく来たな勇者ハロルド。その他を呼び出したのは他でもない空き巣スライム問題についてだ。ここをむしり通る。お会いできて光栄です。ここをむしり通る。わしの派遣した調査団の広告によれば、空き巣スライム問題の原因は魔王とされておる。魔王ですか。そうだ、先に勇者選考会を行った際に決まった一人目の勇者を派遣したが、行方不明になってしまった。行方不明に？魔王に倒されたんでしょうか。わからぬ。派遣した調査団からの連絡も途絶えた。事態は想像よりも深刻かもしれん。そこでだ、勇者選考会で選ばれたうちの最後の一人であるハロルド、お前に魔王討伐並びに先代勇者調査に派遣する。わかりました。私の古き友人をお供に旅に出ます。そして必ずや魔王を倒し、先代勇者を引き連れて参りましょう。頼もしいではないか。それでは旅の資金を提供しよう。2000ゴールドもあった。それでは旅に出るのだ勇者ハロルド。左側が王様でさ、右側が王妃のことが多いけど逆なんだね。お前に払った金は税収が元だ。大事に使うんじゃぞ。国を良くするための税金ですわ。脱税は許されませんわ。ってことは何、俺たち一応国家公務員的な扱いってことかな。みんなの税金のもとに私は働いていますっていうことだよね。なんか結果残せなかったらすげえ怒られそうだな、みんなから。うちの親父税金取りすぎじゃないかな。なんかまあ名前がさ不審なんだよな。どうかご安全に。どうかご安全に。裕福な暮らしができるのは嬉しいけど税金取りすぎじゃないかしら。まあ RPG のタイトルが税金が高すぎる RPG だから、まあでも度合いによるよな。どのぐらいの、天空なんだ。なんか雰囲気あっていいな。雑学じじい、わしは雑学の神じゃ。何でも知るぞい。パンの袋止めるあれの名前はスーパーの寿司に入ってる緑のあれ。魔王を倒すにはさようなら。じゃあ一番上から一応聞く。バッククロージャーじゃな。魔王が趣味で集めてるんだ。名称の話よりもあれを魔王が集めてるっていうそっちの情報の方がすげえ雑学だけどな。あれをもらった。しかももらえるんだ。バッククロージャー、武器なんだ。いや誰も装備できないんかい。じゃあ何のためにこれもらったの。まあでも魔王が趣味で集めてるんだったらこれを出しにして、もっともらえないかな。あ、もっともらえるんだ。え、じゃあここで話しかけ続けたらいっぱいもらえる？ただそれに何の意味があるんだろう。よくわからないけど人数分もらっとくか。あの、まあ、売れる可能性もあるからな。いっぱいもらっといてもらえるもんはな。で、スーパーの寿司入ってる緑のバランだろ。バランじゃな。ガリに張り付いてることが多いぞ。魔王は寿司ペロ事件以来ガリが苦手じゃ。寿司ペロ事件とは何ぞや。あの、現実世界の話してるのか、もしかして。ガリ使えるじゃないか。いや、ガリなんだっていう方に入ったの。バランじゃなくてね。とりあえず10個ずつぐらいもらっといたけど、これに何の意味があるんだろう。ガリ使えんのかな。あ、使えないんだ。回復用ってことかな。一応使えるみたいになってたけど、魔王倒すにはわしを倒すんじゃ。ふざけんなこら、お前敵かい。めっちゃいろいろくれると思ったら敵だったの結局。まあじゃあとりあえず真面目に戦うか。うん、この感じ。あ、でも回収の中継なんか負けイベントか、あるのか。え、しかも攻撃してこねえんだけど。あるのか。反応に困るんじゃ。なんか一撃でやられるとか、あるいは一撃でやるとかじゃないんだったらこれ何。普通に3の倍数は各行の数を足し、全て出した数が3の倍数に何を言ってるのかよくわかんないけど、脇にペットボトルを挟む。あ、雑学ずっと言ってるだけだこれ。脇にペットボトル挟むとってなんだお前。それさ、ペットボトル中身がなんか入ってる前提だろどうせ。で、脇の下がさ、なんか太い血管がさ通ってるから、そこ冷やすことによって体温が下がってみたいな話だろそれ多分。だから空のペットボトルだったら意味ねえんだろそれ多分よ。ペットボトルで言うけどよ、知らねえけど。まあとにかく、とにかくなんだこのトリビアジジイは。何なの、なんか HP 回復してくるんだけど。あ、ちょっと待って、スパークでなんか知んないけどさ、6にダメージ通んないんだよね。物理の防御がバカほど高くてこいつで、魔法防御はなんかそんなに高くないから、魔法で駆使していけば勝てるんだけど、何だったんだこいつ。めちゃめちゃ経験値くれましたねこい。一気にレベルが10まで上がった。い、宇宙のもの製造コストは3円。なんかわかんないけどいろいろ教えてくれたな。いっぱいもらったしな、ガリ。経験値いっぱいもらえただけか。まあガリと留め具。よくわかんないけど。
はあ、おばあちゃんの世話いい加減疲れたわ。おばあちゃんの世話何してるの？そうね、おじいちゃんがザザザザ、あ、いたいた、さっきいたよ一人で生活ができなくなっちゃって。私にできることはあるかい？この勇者ハロルは何でもやってくれるよ。それならおばあちゃんの話し相手をしてあげて。私は少し眠りたい。少女は寝不足でフラフラしている。おばあちゃんの話し相手し、はい、してあげよう。とりあえずでもな、世の中そんな甘い話はねえんだよ。ただじゃ何もしてくれねえんだよ。金だな、めっちゃ硬い棒、対価を。でもこれな、誰もさ、あーわ、強っな、ばあちゃん悪く思われるからな、うん、これ対価だからな、うん、何事にもさ、やっぱり対価っていうのは発生するわけよ。それは金だったりとかマジックウォーターだったりとかな。説明がないの何なのだとさ、 BGM がさ、なんか結構無音なんだよね、そこらへん。なんかこれまたマジック、なんかあのギギーみたいな感じでさ、あの箱が開かれる、なんかあの効果音すらもないタイトル画面がさ無音だった時点でちょっとなんか察してたけど、おしゃべりのダディ、あんたたち見ない子だね。このお呼ばれになんかよくあい、娘さんにあなたの話し合いとは任せられました、勇者のハローです。ハロード、贅沢な名だね。今日からお前はルドジや。名前がトラド？こう見ても昔は魔法使いでね、いろんな人の名前を奪ったものさ。このまま名前を教えると奪われるのか？名前を返してほしかったら私の昔話を聞いていきなさい。ハロードの名前を返してもらうためだわ。聞いてあげましょう。もともと話し合いとは任されているんだ。お話を始めてください。あれは魔王が世界に君臨し始めた頃じゃった。30分後、私はじいさんとそこで出会って共に旅をした。あのじいさんからは名前が奪えなかった。そして私は大量の雑学を覚えた。1時間後、ペットボトルを脇に挟むと鼻づまりが治る。最初は信じてなかったのに、本当に鼻づまりが回復してね。3時間後、じいさんは雑学を極めると言ってどっかに行ってしまった。どこでどんな雑学を集めているのやら。おじさんはいい人だったんですね。今までずっと無音貫いてたのに、ここに来て。そうじゃ、あの人は強くて優しくて雑学を話すときは目を子供のように輝かせておった。でもそのじじいは俺たちが始末したもう一度共に生活をする日が来るのかの。あの雑学を聞かされる日々も悪くなかった。きっとまたその生活が戻ってきますよ。そうよ、またおじいさんと暮らせる日が来るよ。うむ、間違いないな、間違いない。名前なくなっとるやけど、全部取られてんじゃねえかよ。おい、そうかい、勇者さんがそう言うならそうなんだろうね。名前を奪って悪かったね。話を聞いてくれてありがとう。またおいで、お茶でも入れて歓迎してあげるよ。そしてなんか唐突に BGM がはしゃげだしな名前は大丈夫か、みんな大丈夫だな。もっぺん話しかけると、お茶を飲みながら思い出を、ごめんな、俺が殺したんだ。そしてなんかまた BGM が消えちゃった何なんだこの BGM の茶目っ気はよ。出たり出なかったりして。よく休めたわ、ありがとう勇者さん。3000ゴールド、ありがとうね。お兄ちゃんたちどこ行ったの？なんかさ、税金すげえ高いって話だったんだけどさ、タイトル画面によると。なんか、入れないなんかあの BGM だったりとか、ここが入れなかったりとか、なんかあれだな、ちょっとところどころ手抜き感がこのゲームはどうなんだろう、作り込まれているのかいないのか、なんか判断に困るな今のところな。でも人はいっぱいいるし、あと入れるところもいっぱいある感じだけどね。一旦売れるかどうかをさ、なんだここはなんか世界観がとんでもないことになった。うちはこの町で最も品揃えのいいショップだ。買い取りも任せな。消費税率は 30% だぜ。ここに来て驚愕の税率が判明しました。 30% まあでも消費税って結構あの海外とか見てると高かったりするもんな。だからどれどういうことや。おい、これ連打して正解じゃないか、270万。おい、あのじじいだったらさ、ここ買い放題じゃねえか。これ何でもこんなもん、いくらでもポーションだってもう買い放題だよ、こんなの。俺には金がいくらでもあるんだからよ。ちょっと待ってくれ、だったらこっちも行って、てかあのじ、あ、こっち入れないんかいじゃあここは、じゃあお前どっけ。ポーションあげます。ありがとう。もしかしてポーション、あ、違うか。何度でもポーションポーションっつってもらって入れない。武器屋だけが作られていた。あ、ここもか、ここもなのか。あ、そうだったね、ごめん。いろいろありすぎて目的忘れてたわ。空きスライム問題は思ったよりも深刻ね。スライムを駆除しよう。あ、はい、一応装備も整えたしレベルも上がったんで、いい勝負できんじゃねえの。知らねえけど、なんか覚えてる？除菌ぬ、解毒、ダメージキャンセル、100歩の間床ダメージを受けたくなる、いろいろ覚えてんぞ。まあとりあえずさ、あ、ファイヤーって全体攻撃なんだ。強っ、マーシャ強え。しかもなんかみんなレベルアップして結構強くなってんね。なんか新しく覚えたのか、知らない間に。あ、タックル、あ、
除菌ヌっていうのは解毒だから毒は別にかかってない。これがなんか100歩の間床ダメージ受けなくなるって書いてあるけど、まあ床ダメージはなさそうだから OK。 まあどんどん行くか。なんか殴ってれば勝つんじゃねこれ。別にほらマーシャもいいダメージ結構与えるじゃん。いやー結構避けてダメージを受けない。何かしたかな。全然楽勝だし、どんどんレベル上がっていくしで、一旦ヒールで全員回復しよっか。でどんどん行こう。うん、まあ連打でいいやろ。なんか MP もったいない気がしてきたわ。普通に殴っても倒せるもん。なんかさ、さっきからさ結構避けるんだよなこいつ。まあでもダメージ受けないからいいか。はい、オッケー。でこれで最後か。なななな、ちょっとなんか色が違う。ちゃんとやろうこいつは。タックルは、え、あ、こっちか。魔法なんだなんで TP 技が魔法の欄にあるんだ。必殺技の欄でよくねえかそれは。なんかところどころ、まあまあまあいいや、あのね、なんか作りがちょっとなんか雑というかねあ、やっぱ強いんだ。あ、そんなことはない、大したことない、変わんねなんかスライムが通行切符を、あ、通行切符落としたんだ。これで次の町に行ける。通行絶対られますけどね、クソ。まあ税金がどのぐらいあろうか知らないけど、俺たちの金はとんでもない。あのジジイ何者だったんだ、あの雑学トリビアジジイ。おい、とんでもねえやつだったなんて入れない。だったら看板とか置かなくてよくないかなあの作らなくてよく。そこのノートはこの宿屋に立ち入った人が書いていく旅ノート。私も書こうと思ったのがちぎれていたのは何かあったのか。あ、これね。魔王が君臨し世界は再び混乱し始めている。王からの命じられた旅に出たはいいが、あ、これ仙台勇者じゃないのかな。もう帰っていいか、ぶっちゃけ俺困ってないし、魔王から直接何かされたくてクズじゃねえか仙台勇者。そもそも人に討伐を押し付けられて無理やり旅に行かされた。国王の方が俺からしたら魔王なんだか。もういいや、適当にもらった金で遊んでやろう。ちょっと待て、俺国王指名の勇者だから税金かからないし。魔王知らん知らん、ここが全部悪いもん人間のクズじゃねえか。ノート読んだぜが持たれて、ノート読んだぜだと。まあでも大して取られてねえだろ。これなんか4548な、どのぐらい取られたんだろう。金たけ宿泊税ってなんだ、宿泊税って驚愕の 400% なんだけど宿泊税。え、ここ閉めの勇者じゃあ宿泊代のみの、あ、へえ、免税なんだ俺たちじゃあ止まっとく、セーブしよう。はい、へえ、まあそうだよな、俺たちはさ王様に命じられてんだから、そりゃ税金なんて取られないよね。やりたい放題できるよね俺たちはね。そしてでも庶民どもは何、そんなに金払ってかさ、潰れるだろそんなの。誰も払ってそんなさ、やで止まんねえよ。ポーションはところどころに隠されている。ボーキニングならポーション持っておけよ。うん、隠されてるの別に調べる必要なんてなくない、買えばいいんじゃね。めちゃくちゃ俺たち金あるんだからさ、金に物言わし、なんだこの空間は。何もないんだ。あー、なるほど。あ、ちょっと中を覗いて、え、入れなかったはずなのになぜか入れるようになってる。なんだと、スライムが大量発生してるな。このままの仕業なのか。どうする、この空き家ごと魔法で来てとんでもないこと言ってるよマーシャ君ね。それだと周辺地域に被害が出てしまいます。駆除するしかないでしょう。いや、っていうかね、その元々は誰かのものだったんでしょこの家。だから空き家っては言ってもさ、所有権が誰かにあって、あと土地も誰かが持っていて土地誰かが買ってるはずなんだよここな。だから誰かのものなんだから、その勝手になんか爆発しましょうとかさ結構なんかこのマーシャ危険思想がすごいな。所詮は国民どもでしょ、私たち上流国民には関係ありませんわみたいなさ、このマーシャのさ危険思想がなあ。俺たちは確かに国王に認められた存在、そして税金も免除されている。だからといってそのね、頑張ってね、あの働いてる下々の国民たちをないがしろにしちゃいけないよマーシャ、その考えは良くないよ。なんだ、無駄に HP が多いスライム本当に無駄じゃねえかよ。じゃあまあタックルとか使うか。まあでも俺たちも無駄に HP、 あの攻撃力クソ高えから、あ、これどのくらいだミスかよ。あ、確かに本当になんか無駄に HP 多いわ。まあでもじゃあスパークとかの方がいいかな。タックル打てなくなっちゃった。タックルなんだあれは、なんだったんだあのタックルって技、ゴミじゃねえかよ。本当になんか HP 多いな。え、本当に多いねいつ終わんだこれ、多すぎないか。あー、やっと終わった。そしたら攻撃、タックル打てねえんだけど全然。で攻撃でいいか。 TP がなかなかたまんねえな。あー、ちょっと待って、お前そんなことするんか。まあまあまあでも大丈夫。タックルちょっと一回は当ててくんない、最後にちょっと一回ぐらい見せてくんない、お前のタックルを。さあどうだ、3117
ね、まあ、バランスがめちゃくちゃなのね。ね、残念、ここには何もない。特に使えそうなものはなかったな。仕方ない、大量のスライムのことは忘れよう。まあでも経験値は得たけどな。あとこの辺の樽とか本当に何もないんだ。何だったんだろうこの空間は。やるやでもっぺん回復しよっか。でセーブもしておこう。こっからになるのめんどくせえな。でなんかやけに妙なところリアルというか、こっから先行ってないんだよね。お薬ネタある、ポーションちょうだい。お兄ちゃんがインフルエンザで大変なの。ポーション取られた。ニヤニヤしている。それだけか。ただのクソガキだったが、まあどうせさいねえんだろお兄ちゃんなんてよ。お兄ちゃんだかなんだか お父さんだか知んねえけど、何もないからじゃあ進みますか。レベルもでも13。お金もいっぱいあるし順調だけど、ここを通るには通行切符と通行税がかかる。ここは誰であろうと税金はみんな払ってもらうぞ。いいえ、あダメなんだ。でも200ゴールドぐらいならね、はした金、ね、俺たちいくら持ってると思ってんだおい。タックスノータウン、はい、タックスノータウン、タックスだから税金、え税金かかんないんだここ。お兄さんお兄さん、うちの店どうすか。いい娘いるんすや。酒あります。はい、いっちゃってお客さんすごいラメプレスね。2万ゴールド持ってかれた。でもなんだろう、悪い気はしねえな。なぜだろう、なぜか悪い気はしねえんだよな。ここで一生飲んでくれる人生も悪くねえんじゃねえかな。たださ、バニーのさ顔ぐらいぐらい用してくんねえとさ。なんだこの妖精は。ちゃんとキャスト出せ、キャストよ。ジョー出せっつってんだこの野郎。ただの暗黒空間連れてかれるだけじゃねえか。お父さんが税金払えなくて夜逃げしちゃったの。お母さん大変そうだわ。とりあえず武器屋行ってみる。相変わらずこの武器屋のさ、まあ 30% なんだ。 30% ぐらいならまあでもって思っちゃうところが。これ何、匂い通る。まあよくわかんないけどいっぱい買っとくか。金に物言わしてな、いくらでも金だったらあるんだよ。金ならいくらでもあんだよ。てかさ、あのさよくわかんないジジイがさ持ってた、あのめちゃくちゃ高く売れる。実は私たち役員は住民以上に税金を取られているのです。そうなんだ。あなた勇者なの。いいな、勇者さんって税金取られないでしょ。私勇者選考会で落とされたんだ。ここ大嫌い。魔王を倒すためには仕方ないよね。頼んだわよ勇者さん。あ、ポーションもらった、ありがとう。あ、まさかこいつ無限ポーション製造機か。あ、無限ポーション製造機だ。でもどうでもいいんだ、金ならいくらでもあんだから。うちの国境に明日集金だって言い出してお金引き出しに来たんだけど、お金引き出すのにも税金がかかる。一体何に使われてるのかしら。まあ驚かす言われてるけど、それにしても取りすぎじゃない。全く税金高すぎだぜ。町の通行税、住民税、所得税、消費税、税。まあでも現実世界でもそうだよな。いろんなものに税ってさあるけど、まあでもそれがあるからこそ、そのインフラだったりとかいろいろ。なんだお前ら。俺はもう限界なんだよ。魔王に形でこの税金だらけで世の中を破壊してやるんだ。追いつけバカ者も、税金は魔王を倒すためだ。仕方ないだろ。どうなんだろう、その明細をさ明細をさ、その詳細にあの出してほしいですよね。あー、なんか現実世界みたいな感じになっちゃってるよもう。なんか話しかけたら人変わった。よくあるやつだ。関所の役員が倒されている。盗賊、中に洞窟の主。中に盗賊主、一体何のことだ。この中は洞窟になってるみたいね。昔本田書物によれば、スノータックスの洞窟には洞窟の主とされるドラゴンがいるのだとか。洞窟から抜けるにはそのドラゴンを倒しアイテムを入手する必要があるのかと。戦うしかなさそうだね。こんなかってこと？まあ、そこは別にさ、外見もさ独自にすればよかったんじゃね。なんでてか、こいつらは何なの。盗賊なんだ、強制してるんだ。ドラゴンとなんで強制できてるのお前たちは。え、何手なずけてんの。あのドラゴンお前らのペットってこと。とんでもねえじゃないかよ。ただどんだけ強いやつが相手に来ようが、テレーザの悪質タックルでな、でも日大もびっくりの悪質タックルで一発これもんなわけ。あんま舐めてたてめろのドタマにも勝ち割っていく。これぶち込むぞおい。悪質なものがたまにある。やっぱり日大じゃねえかこの野郎。しかもなんか命中率が低くてさ、この RPG ちょっとイライラするような。めちゃくちゃあの高く売れるやつもらえる。また3つ手にあったらこれでなんか締めて60万くらいでいっぱいいんじゃねえか。ドラゴンめっちゃおるやんけ。いや、宝箱もミミックかーい。あー、頭来たから悪質タックルしようかなと思ったけど、溜まってねえや。もうちょっと待っててな。お前に日大もびっくりで弱っ。クソ雑魚やんけ。ミミックってなんか強いのが相場だけどな。んー、じゃあちょっと試しに、ね、このドラゴンやって、強そうだ。さすがに強そうだけど、主の子。主の子ってことは主ではないってこと？
まあ、タックル決めるじゃあ。で、ファイヤーで、まあ、主の子だ、天気の子みたいに言うのやめてくれ。あー一発やっぱ悪質タックルはいっちゃってんだよな。おいな、アメフト部がいっちゃん怖いんだから。で、この先下水道、強すぎる剣があれば破壊できそうだ。硬すぎて、強すぎる剣、なるほど。金と食料全部置いてけ。強すぎる剣をドラゴンを倒して手に入れてってことかな。でまあこいつらは相手にならないんで、あえ楽勝。なんかそろそろあれだな、上位互換のさ、全体魔法攻撃とか全体ダメージの特技とか覚えてほしい。なんかまた覚えた、ほらほら覚えました覚えました。俺は絶対、あのなんかお前さ、見た目がさね、話しかけると見た目がさ、税金を払いたくないっていうことね。なるほど、悪質タックル、ハロルドも覚えちゃったじゃねえか。おい、悪質タックルするやつだらけだな。おい、本当にここは日大なのかもしれない。これ何、フートスメル、足が臭すぎてやってらんないよ。え、ちょっとね、やってらんないよじゃなくて、お前今何をした、ピュインとかつったけどさね、今何をした。敵全体に毒ダメージ当たるとかそういう系じゃないの。普通になんかあのワールドマップっていうか、その歩いてる時に使えるんだけど、どうでもいいや。お前らなんかどうでもいいんじゃ。で、いっぱいいんだよなドラゴンがな。どのドラゴンが本物なんだろう。まあいいんだよ、ミノタウルスだと、まあ新しいからやっとくか。ちょっと強そうだね。あ、全然全然だし、経験値うめえな。敵のエンカウント率高い系か。なるほどね、エンカウント率。あ、ちょっと待って、 あれ怪しい、これ怪しくないか。主の子か、こいつも主の子か。あ、またレベル上がったよ。ほんとサクサクだな。杖じゃねえんだよな。あ、ちなみに杖も拾った杖のが、ん、強いのか。いや強いでしょ、魔法力めっちゃ上がんじゃん。宝箱隠し持ってるやつ、あいつとか。てかこれもしかしていけちゃうんだね。いけちゃうんだ。しかもミミックじゃねえかこの野郎、出てくんじゃねえお前雑魚が。なんだよこいつら、戦う必要なかったんかい。後ろからすり抜けられる。あ、こいつすり抜けられないようになってるということは、まあこいつなんじゃねえかと思ったけど、こいつも主の子かい。さ、力底を上げる、力底上げるは、力を底上げするポーション、攻撃、防御、魔法力を100上げる。バカ野郎。とんでもねえじゃねえか。100上げる、誰に使うかめっちゃ迷う。まあさすがにハロルドなんだろうけどさ、普通は。でもなんかテレーゼとかに使って脳筋にするっていうのもありだぞ。あるいはマーシャに使って魔法すげえ強くするとか。なんかどんどん作業感が増してきたな。まあただ新しい技覚えたよ、スパーク。あれあれ誰が覚えた今。あー、マーシャか。どんどん強くなっていく。でも相変わらず説明欄に何にも書いてないから、どういう技なのか一切わかんない。もう名前で判断してねっていう。でザコはいいんだよ、ザコが言いすぎ。あー、洞窟のあるしが現れた。こいつだったのか。じゃあまあでも結局やることは悪質タックルなんだけど、だってもうさ、MP がなくなっちゃったからさ、せっかくなんかいろいろ覚えたけど使えねえよ。で、これでお前は終わりなんだ、タックルと。で、必殺技、あ、必殺技覚えてる、3回攻撃だって。へぇ。でも、まあ、ジョギンヌがなんか、ジョギンヌ。あ、これとか使ってみる。まあ、でも、アクスタックルで当たっちゃえば終わりなんですけどね。さあ、どうだ。あ、毒かけた。え、ちょっと何回攻撃、よくわかんない、3回攻撃した。毒ダメージえぎ。700ダメージぐらい当たったぞ今。あ、3回攻撃使えるけど、まあタックルの方がいいんじゃね。で、いやどうなんだろう、これ3回攻撃の方がいいか。3回攻撃でどのぐらいだってダメージ与えれる、結構与えれるんじゃない。あ、これ3回攻撃の方がいいや。3回攻撃で1000ダメージぐらい確実に与えれるんだったら、悪質タックルさ当たらなすぎだから、これだったら3回攻撃の方が強いな。で、まあ、ただ通常攻撃よりはさすがにタックルの方が多分期待値高いんで、当たらないながらも打ちますけど、まあそもそもなんかこの世界のこの RPG ってなんか
命中率あんま高くないんだよな。結構普通常攻撃でも敵結構避けてくるからさ、まあ、この辺でヒールしよっか。まあなんか負けることほぼないけどな、敵の強さこんなんだったら全然なんか危なげなく勝ちそうだけど。3回攻撃してヒールとかをちゃんと怠らなければ、はい勝ち。危なげなく強すぎるソード本物。よしよしよし、こいつが持ってたのか。あれ、あ、本物は装備できないんだ、どういうこと。強すぎる剣があれば破壊できそうだ。これでもう強すぎるソード使い切りってこと。あ、そういうことなんだ。あ、もう大事なものなんだ、扱いが。なんで使えるの、どういうこと。なんで使えるように、え、これも なんでなんか使えそうになってんの、なんかワンチャン使えそうになんの音。で、このなんかこっちの、ね、狭いこっちを先に行くことによってこういうことなんですよね。こういうの見逃さないんで僕はね。で、雑魚敵と戦う価値は一切ないこの RPG。 どうせサクサクレベル上がってくし、お前なんかどこそこね、話しかけれるんだ、やばい人。下水道でチッピチッピチャッパチャッパデビデビダバダバ巻き込みデビデビブン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 、ハズラミミックね。まあでも一発で当てたからってことは残り全部ミミックってことじゃねえかよ。つまりじゃあもうガン無視しよう、宝箱全部こいつら全部ミミックってことでしょ。要はだってハズレは宝箱ミミックって言ってんで、なんかチピチピチャパチャパ、あのさ猫ミームの民がめちゃくちゃいるのに何なのこいつは。いける、ここいけるんだ俺。まチピチピチャパチャ、なんでここいけんの俺。ここ多分いけちゃダメだよね、ここいけんの、これ仕様なのか。もう分かんないこの RPG、 仕様なのか仕様じゃないのか分かんない。いけちゃう、とりあえず。これは仕様なのかな、本当はいけないのにいけちゃってるのか判断がつかないんだよな。うるせえなおい、エンカウント率の高さで。もみんな言ってること一緒だもん、みんな猫ミームに汚染されてるだけだ。もうさっさと行くかここ。もうこの影のなんか表現とかってどうなっとるんやとか、もう深いことは考えちゃダメこの RPG において。でもううっとしいな。でこいつらな、ここを通るには、通行税もいるんだ。あでもはい払います、お金いくらでもあるし。でこれで A と B ってことは次は C が来るのかな。あ、この森はさっきの洞窟以上に盗賊が多いな、絡まれないといいが。まあ全部無視すりゃいいんじゃねえの、別にシンボルエンカウントだろこいつらな。まあでもシンボルエンカウントとは別に、あでも通常エンカウントもないんだ。じゃあ本当にこいつら避けてくだけじゃん。こいつら戦う必要多分ないんだよな。まあ戦ってレベル上げてもいいんだけど、本当になんかさ電流イライラ棒みたいな感じになってるだけじゃねえかこれ。これ何のためにさ用意された空間なのこれ。この避け芸をするためだけに用意されていた、本当にそれだけのって。避け芸始まっとるやないかい、搾取された兵士もうやってらんねえや。兵士が出現した、どうせ雑魚なんやろ。だから当たりにくいのなんなんマジで、イライラするだけだからやめろ。しかもやっぱりそうじゃねえか、やっぱり敵雑魚だからさダメージこっち受けねえし、マジで。しかもどんどんサクサクレベル上がっていく。なんだ今のは、なんかまた覚えたぞ、横文字すげえ。なんか長い、ソフトウェアアップデート、 HP を回復し3ターンの間全世代めちゃくちゃに強い。なんかめちゃくちゃ強いの覚えたわ。で柵がある、でこいつら余計な、まんべんてかナイス余計髪余計私たちは魔王の手下に対抗するための訓練を行っている。実は訓練参加税が取り入れられている。そして参加は強制だ。一部の兵士が耐えられなくなった反乱、一部ではないな、ほとんどの奴らが反乱してるだろうかよ。もう縦横無尽に駆け巡ってるぞ。手に負えなくなってしまった、お前の後ろとかな、こいつらは大丈夫ってこと。もう話しかけることすらできない、いくら回り込まれてる、やばい。あ、てかこれな、あこれ逃げるないんかい、めんどくせえだけ。結局何だったんだこの空間、なんか奥に行けるわけでもないし、どうすりゃいいのここ、どっから抜ければいいんだろう。こっちは柵があったよね、左か、いや行けない、これ何なんだ、右か、あーもうちょっとどいてくれ、よしナイスです。今なんもねえじゃん、本当に何なのここマジで。これ何、これは何のために用意されたんでしょうか。僕に教えてくれることはできないですか、これは何のために一体。ただなんか鬱陶しい兵士がいただけじゃねえかよ。こっちか、こっちね、はいはい、こっちか。これミミックじゃねえだろうな、力そこ開ける、え
唐突に女神ちょっと待って、唐突に女神いるわ。何なんだこれ、戦闘になる可能性がワンチャンあるな。一応みんな備えとけ。あと宿屋用意してくんない？そろそろも限界なんだけど。旅の者は私の滅びの森の女神、つごしをください。ならば私を倒せ。女神って勇者のなんか味方側なんじゃないの？倒せとか言われるんだ。まあ悪質タックル決め込むか。じゃあ悪質タックルぶち込んで、女神だかなんだ関係ねえんだよな。三千悪質タックルぶち込めばいいわけ。結局悪質タックルなわけ。英雄結構多いね。やるじゃねえか、真面目にやってやろう。じゃあ3回攻撃はどうだ、耐えられるかな。さあどうだ、1200ダメージ。 HP 多こいつ。でもさ、これさ攻撃連打してても勝てるぐらいさ、マジでぬるゲーの極みなんだよこれさ、もうちょっと難易度どうにかならんかったかあまりにも簡単すぎんか、この RPG。 殴ってるだけで勝っちゃうもん。だ避けすぎやって、だからだば、何度当たるんだこれ、ね、めちゃくちゃ当たんじゃねえか。悪質タックルめちゃくちゃ当たるんだけど、今までとは打って変わって、なんか魔法欄にあるのがだからなんか慣れないんだよな。どう考えても特技なのにさ。 HP、 おー倒した。めちゃめちゃ HP だけ無駄に多かったな経験値エグすぎ。そして通行書 C、 このなんか調子だと D とか E ぐらいまであるぞ多分。私の足がガクガクになってしまったぞ。これでいけるようになったってことでいいか。ただ右上は何にもなかったから、この調子だと左上か。左上に当たらないように気をつけろこいつらな。左上ない。あれ、え、通行証どこで使うんだろう。あ、左側いけるようになってるわ。あれ、なんか木の柵でいけなくなってたような記憶があった気がしたんだけどな。ここを通るには通行証シート通行税、はい、あります。どんどん行こう。ここを通るには通行税、はい、いいですよ。いくらでも払えますから。261万あるんで、あと金のなる木あと 6つあるんで、俺これ売ったらまたとんでもないボロやだ。あーそうだそうだ、地価が下がるから困るんですよね。これが目的だった俺たちの、忘れてたわもうちょくちょくなんか目的を忘れちゃうんだよね。そうだったそうだった、無駄に体力が多い方がめんどくせえな。オッケーオッケーオッケー、うわ経験値結構おいしいな。ちょっと待って、戻れねえ、めんどくせえ。やだよ、止まってから来ればよかったよもうなんかでもめちゃくちゃレベル上がるしさ、また新しいの覚えたよ。すんげえ経験値はくれるからさ、逆に美味しいのかもしれない。なんか一瞬待って美味しいのかもこれって思えてきたわ。ダメージキャンセルまた覚えた。で床ダメージって言うけど、床ダメージがまだ合ってないんだよな。こいつも倒しとくか。なんか一瞬待って美味しい気がしてきたこいつら。うん、やっぱ美味しいよね。4000だよ。だってそれにしても空き家スライムが多いな。スライムが空き家に分けやすいなんて話聞いたことがないんだけどな。何が原因なんだろうな。そして何が目的なんだろう、誰かがやってるんだとしたら。で宿屋、とにかく宿屋に行きたいんですけど、宿屋が全然ない。なんでなんだ。あーちょっと何、すごいすごいじゃないのあんた。ちょっとあんたどうしたの。ちょっとおい、ゲームクリアです。はい、ゲームクリア、皆さんゲームクリアしました。スカウト復活するなんだ復活するってどういうこと、よくわからないけどいっぱい買っとこう。皆さんこれにてゲームクリアですお前とんでもないことになっとるやないか。何が起こっとるんや。あそうだそうだ、これもな、下のこの2つ、もうおかしいことになってるってね。おかしなことになっとるやんけ。もう無敵じゃねえか俺たちよ。これやってからスライム倒せばよかったわ。これやった後だったらいくらでも出てきていいよ、今の空き家スライム。出てこい出てこい、急にも出てこなくなっちゃった。あーちょっと通行ね。ってことはどっかでまた通行証持ってるやつがいるんだろうな。てかなんで敵が持ってるんだろう通行証。何これね、なんか異世界にさ繋がってるところがあるんだけど、急にここでぶつ切りになってんのね。なんか道がさ急にぶつ切りになって、あれ何マジで怖い。ちょっとセーブしよう。怖い。あそこ最後としてちょっと先に周りから、でも何にも作られてないからどこも入れない。この奥とかないか。ちょっと宿屋用意してくんない、っていうかそろそろマジでさ休みたいんだけど、
はあ、限界ママ。どうされましたか？うちの息子もう30になるっていうのに毎日引きこもって動画制作しているのよ。 YouTuber ですか？私も昔憧れてました。その YouTuber っていうので稼ぐって言って学校も行かずに気づいたらもう30。お友達みんな就職してしまったわ。動画投稿で稼げてないみたいで、息子の分の税金も家族で負担してるんだけど、もう旦那も私も年でね、限界が近いわ。ね、息子を何とかしてくれないかしら。母親は限界なようだ。息子を部屋から引きずり出しますか？はい。何やってんだよ、おい。ちょっとパソコン、こいつかこいつなのか。ちょっと、周りから攻めよう。あいつじゃないかもしれないかな。どういう家だベッドが、でっかいベッドがあるだけの部屋があって、あ、ここはキッチンか。あ、キッチンだ。でも何も調べれない感じか。で、こっち側は、こっちは何、んだ、クソでけ。でもユニットバスなんだ。クソでかいのに分けりゃいいじゃん。めちゃめちゃ金持ちの家っぽいけどな。母さんさ、別にさ、ドラ息子一人ぐらいさ、な、まあでも、更生させるべきか。まあ、経済的に余裕があるとはいえ。な、お前な、お母ちゃん悲しんでたぞ。ウィーッ、どうも今日はですね、なんなのこの年の割に童顔なハゲは。おそらくお母さんが言っていた息子だろう。ここまで子供部屋おじさんだったのはな。おい、親にばっかり税金払わせといて、いつまで売れないクリエイターをやってるつもりだ。うるさいんだい。おいらはクリエイターとして生きていくんだい。僕たちはあなたのお母さんに頼まれてここに来ました。あなたのお母さんは部屋から出ないことを心配し、あなたの分の税金を払うことに限界を感じています。あのクソババ、そうだ、お前たち勇者だろ。お前たちを倒して再生回数を稼ぐ。これで俺は超大物 YouTuber だ。クスプレシャオリは最強だぜ。外に出て働きがないようだな。仕方ない、やるしかないか。はい、今緊急で動画を回してるんですけど。おー自称大物動画クリエイターが出現した。まあそれでなんか再生数回ったとしても、絶対にさ、もう低評価だらけってか、もうクソ荒れるだろ。めちゃめちゃ燃えると思うけどな。みんなの税金でさ、働いてる勇者の邪魔してんだからね。だってね、いや、あのと、あ、え、もう困惑なんだけど、何も言葉出てこなかった。急に BGM 消えるんだけど、クソ怖えんだけど。何これ、どういうこと、え、これ何ねえ、ちょっとあまりにも怖い、あまりにも怖いんだけど。ね、急に BGM 消えるの、なんか終わった、クソ雑魚クソ雑魚なのに経験値めっちゃうめえ。これにこれたら外で光る、働くんだ。いやだ、外が怖い、嫌なことが怖い、他人が怖い。引っこもってしまったことに原因がありそうだな。試してみませんか。この勇者ハローとか絶対なんとかしてくれますよ。おいらは友人を失ったんだ。失踪した先代の勇者は同級生だった。あいつはおいらの唯一の友人だった。子供の少なかったこの町で唯一お互いを理解していたと思っていた。あいつは魔王討伐を国王に押し付けられた。通行税や見つけられない通行切符に疲弊した。オイラは能的に期待してる、頑張るという言葉をかけ続けていた。税金泥棒、お前が魔王を倒せないから税金が高いと責められているのを知らずに、あいつは孤独だった。オイラは気づかなかったんだ。そしてあいつは魔王サイドについたまあでもあいつの宿屋のメモ書き見るとな、あんまり同情できねえんだよな。そして俺は他人が怖くなった。また能的に他人を苦しめるんじゃないかって、失うことが怖くなったんだ。僕が先代勇者を連れ戻します。できるのか。僕が魔王を倒して先代勇者を連れ戻します。そしてあなたが先代勇者を救ってあげてください。俺にできるかわからない、だけどあいつを連れ戻してくれ。お任せください、頼んだぜ。あとこれを持っていけ。通行切符お前が持っとるんかいなあ、お前どういう気持ちで、消えたなあ、お前どういう気持ちでさ、その通行切符持ってたの。だってお前さ、先代勇者がさ、通行切符が見つからなくて困ってるのを見ながらさ、お前懐に通行切符 D 持ってたんだろ。どういう気持ちでお前友達を見てたんだよ。息子が部屋から出てきてくれました。本当にありがとうございました。報酬として3000ゴールドをもらった。ありがとう。まあ別に報酬はどうでもいいんだけど、ってここ何だから。いや何もないんかいここなんかてっきり俺森の中に入っていって、なんか森フィールドが出るのかと思ったら何にもない、ただぶつ切りされてるだけどういうこと。なんかめんどくさくなったんだろうな、多分な、いろんなことに多分、あ、もういいやっつってめんどくさくなっちゃったんだろうな。通行証 B、 今さら通行証 B がいるの。うん、まあいいや、考えないようにしよう魔王女よりは、はい、通行証 D じゃなくて B って書いてあったよね。何が起こったのかよくわかんない。俺もなんかよくわかんないが、なんかそんなことよりも宿屋ください、宿屋ねえ、もう MP が枯渇してMP がもうないんですね。宿屋をください。マジコ、なけなしのマジコータ使おう。こことここに使って、なけなしのマジコータで、こんな感じで、よし、なんとかなった。俺にマジックウォーターをください、お願いします。で、あとさ、なんで魔王城にもさ盗賊がいっぱい入ってんだよ。賊が入り込んでんじゃねえか
おい魔王城どうなってんだよ。おいなんかクモの巣張ってるしよ。おい魔王城なんかもう侵略されてんじゃねえか魔王城よ。おいあとさエンカウントで高すぎだろうが。なんだここは意味深な空間に出たけど、ああ敵強すぎる。だって敵が強すぎる。ちょっと敵急に敵強くなりすぎ。今までなんかさ、なんだすげえぬるげーじゃんと思ってさ、なんか難易度もすげえ低いじゃんと思ってたのにな、ここに来て敵がえぐいぐらい強いんだけど。ちょっとな確認させて。こいつらでちょっとじゃあ相手から与えられるダメージもゼロで、でお金いっぱいもらえて。経験値もめっちゃもらえる。そうだよね。あ、よかった。思い出した。そうだよな。ぬるゲーだったよな。でもこいつらがなんかさ、急に、どっちどっちが本当の姿なのこの RPG の。ね、ずっと今までぬるま湯生活してて、急になんかさ、冷水ぶっかけられた頭から。どういうことや。どっちが本来の姿なんや。なんか、ボス戦もめちゃくちゃ、ね、楽勝だったね、今まで。あんなになんか、ね、甘々にさ、でなんかその換金アイテムめちゃくちゃもらえる12個ある。また200万ぐらい手に入っちゃうよ。ねえ今まですげえなんかさすげえ甘々にさ育てられてきたのにさ、急にここに来てスパルタ教育が始まったんだけど、どっちが本当の姿なんだお前の。怖え。 DV って怖え。 DV 彼氏とか DV 旦那とかってこんな感じって言うもんな。なんかさ外っ面はめちゃくちゃいい人なのにさ、なんか家の中ではすげえ 女殴ってる、その奥さん殴ってるみたいなさ。あ、ようやくなんだ。ここに来てようやくこの意味不明だったこのダメージキャンセル、ここで使う時が来たんだな。テレーズの MP どこで使うんだろうって思ってたけど、存在価値、テレーズの MP の存在価値わからないままだったけど、ようやくここに来て、なるほど、ここで輝くんだ。あ、ここは、あ、こっちか。なんか死んでるやついるけど大丈夫そう。まあでも無視するか。効果が切れた。そうか、100歩だもんね。意外とこまめにしなきゃいけねえんだな。だからさ、どっちなんだろうな。今までさ、ボス戦って何だったらボスの方が弱かったぞ。なあ。あのボスの方が、今までのボスの方が弱かったぐらい、なんか、雑魚戦のさ、あの、コウモリがとんでもねえ強さなんだけど。ああ。ダメージが効果が切れた。左右何もない。あとは行くだけ。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。もうラスボス戦じゃないですか。この奥は、魔王はいないのか。軍事施設だ?ここ鍵がないといけないの?鍵保管施設は軍事施設。軍事施設ってどこ?あ、ここ何?軍事施設だ。なんで軍事施設が魔王城の中にあるんだよ。お前なんか普通に歩いてけど何お前。研究者なんだ。魔王様に呼び出されたが、ファイアウォールの解除スイッチをどこか忘れてしまった。これやろ、どう考えても。どこで通路解放された?これ見よがしに置いてあるやんけ。国王を倒すための兵器いつになったら完成するんだ。国王を倒すために。いいやつなんじゃねえか、もしかして魔王様。なあ、ありえないぐらいさ、高すぎる税金貸してんのは王様の方なわけじゃん。もしかしてお前ら元人間か?闇落ちしちゃっただけってこと?いや、とんでもないのおるやんけ、奥に。ちょっと待ってくれ、あのファイアウォールを消す方法は。なんかまだスイッチがありそうだな、もう一個ぐらい。ん?あったあったあった、これだ。で、それであの上が行けるようになって、奥にいる中ボスだよね、多分ね。ほらほらほら、いけるようになってるよ。セーブしようこう。さすがにこいつ、んだからさ、はっきりしてくんない?見た目。あなたたちですか?勝手に入ってきて研究所を荒らしてる人たちは。僕たちは魔王の元に行きたいんだ。そのためにファイアウォールを解いてくれ。そう言われて解くわけないだろ。バトルになるんだよね。でもね、多分ね、あの、さっき現れた雑魚敵の、あの、コウモリくん。彼の方が多分強いと思うんだ、君より。ファイア2とか打ってみるか。殴ってみるか。で、ファイア3。もうファイア3とか覚えてたんだとして、フート進めると、1500だらしに。あ、もう普通になんか、通常攻撃の方が食らうんだ。なんか見た目的にさ、通常攻撃があんまり効かない、物理攻撃あんまり効かない系の敵かなと思ったけど、あとなぜかこの3回攻撃になってるの何なの?あ、結構強い。敵の攻撃強さが結構強くなってる。へぇ。じゃあ急に魔王城入った途端に、敵の強さが1段階上がったんだ。なるほどね。ボスも強くなってるし、まあそれだったら整合性取れるよな。整合性っていうか、まあバランス取れてるよね。ちょっと待ってくださいね。強すぎませんか。急に強くなりすぎだって。だからただこのソフトウェアアップデート、これやってみよう。おーおおお全ステータス上がるんだ。思ってた何倍も強いやこの技。あー、とんでもねえ。バフの威力がえぐいわ。スパークさんどのぐらい
もう全然ダメージ受けてない。魔法防御力が高すぎる。悪質タックルいっとく。いや、なんか悪質タックルよりも普通に通常攻撃でいい気がしてきたな。あ、待てよ、悪質タックルの威力も上がってんのか、もしかして。あの、物理攻撃力上がってるから、だとしたらやるべきか。で、スパークさん持ってみるか。で、ソフトウェアアップデートして、さあどうだ。あー、ファイヤーの方が強い気がするな。で、これで2段階全ステータスが2段階上がって、しかも全回復、とんでもないっすよ。さあ、強すぎる。なんだこのルキウスというチート。チートだろマジこいつ。16500、うますぎる。ここを倒すための兵器を。なんだこのレバーは。これ見逃しに置いてあるレバーはよ。まあ、これで奥行けるようになったんじゃないか。で、戻っていくと思うじゃん。その前にここな。なんだこれは。こんなもん、なんかハリボテで後からつけたみたいな、この通路。絶対なんかあるだろう。なあ、なあもう、だいちょっと行き過ぎちゃってるけど大丈夫そうね。行き過ぎちゃってるけど大丈夫そうかな。で、この奥について僕は調べてみたいと思うんだけど。左行けねえ、こっから。なぜかこっから左行けない。ここだけ行ける。なんだこの、ここの壁はなんだ。なんでここだけちゃんとなんか、あ、でもここ行けるし、ここ、あ、でもここ行けない。なんだ。ね、なんなのここだけなんかすげえさ、すげえここにこまめにここだけなんか設定されてるのなんなの。でも一番下行けるから結局意味ねえし。え、もうよくわかんねえからいいや。もうよくわかんない。とにかく行こう、奥。で、なんだこの切れ目は。お前なんだ、仙台勇者じゃねえか。国王の犬がよくぞここまで来たもんだ。仙台勇者はやはりここにいましたが、国王に反逆することはやめるんだ。仙台勇者、あの国王は税金を取りすぎなんだ。それのせいでみんな苦しんでいる。お前の故郷の友人はお前に帰ってきてほしいと願っていたぞ。俺の苦しみを分からず散々できてることをほざいていたあいつがか。笑えるね。彼はあなたを苦しめたことを後悔していた。そして気に病み部屋に閉じこもってしまったの。国王に反逆したくなる気持ちは分かる。だけどせめて故郷に帰って彼と話をしてほしい。俺は俺を苦しめた全てを許さない。国王も税金泥棒と揶揄したやつもな。そして故郷も。俺の役割はお前たちを魔王様の元へ行かせないようにここで倒すことだ。構えろ国王の犬ども。私の術式で呼び出した魔物の餌にしやれ。完全に闇落ちだからさ、BGM が急にピタッとスンってなるの、なんなんマジで。急にニートになるんだよな、BGM が。あ、お疲れっしゃーみたいな。あ、じゃあ僕定時なんで帰りますみたいな感じでさ、定時で帰るんだよ、BGM がさっきから。で、どっちから攻撃しようかな。まあ、犬っころとか、その、やっぱ周りから落とす方がいいか。で、スパークじゃなくて、ファイヤーさんの方が強かった気がすんな。で、毒全体なんだ。全体に3回、え、全体じゃないんだ。え、なんか対象選べないんだ。しかも毒かかってるか。毒はさすがにかかってるか。スパークさんそれ効かないんだよね、なぜか。あれ効く？あ、効くんだ。じゃあなんでさっき効かなかったのかもよくわかんないけど、まあいいや、考えるのやめよう。考えるのやめます。で、悪質タックルぶち込んじゃう。あ、こっちはまあ3回攻撃かな。3回攻撃もあれなんだよな、対象選べないんだよな。ちょっとやばくない？とりあえず落ちちゃうよ。大丈夫そう？やばいか？ちょっとテレーズ狙わないでもらえますか？アクスタから当たんねえか？ちょっとテレーズだけ許しも、あ、オッケー、ナイス。回復間に合った。回復間に合ったらこっちのも。いや、普通に強くなってきたな、なんか。最初のぬるゲー具合はどうなってたの？あれ。打って変わってさ。ちょっと待って。最初のぬるゲー具合とは打って変わって。ゲームが変わったかのようにさ、敵強くなったけど、ただこの使うと復活するって、これ多分復活アイテムだよね。多分だけど、ただ、なんか今、対象を選べなかった気がするのが、あ、ラッセリなんだ。だって対象を選べなかったってことは、全員に対してってことでしょ。とんでもないチートアイテムじゃん。もっと買っときゃよかった。で、お前ら結構強いのやめろ。じゃあ、悪質タックル当てて、今だったら何ダメージ出るのか興味がある。全体回復がないんすよね。あ、力底上げるって、そういえば、これ、えぐいの持ってたわ、俺。そうだ。ちょっとな、力底上げる。ポーション、ガリ何っていうか、今更だけど、ガリ何？ガリ使ってみよう。
ガリ何なんだろう。回復だよね、さすがに。ガリを使った。あ、MP じゃねえか。あ、めっちゃ大事じゃん。あ、だから矢ではなかったんだ。なるほどね、ガリか。説明欄ちょっと書いてもらうことできなかったかな。せね、アイテムの説明欄にね、どういう効果があるか書いてくれさえすればね、僕もね、もっと早く気づけたと思うんだ。で、いや、そうと分かればよ。ただやばい、なんか死にかけてる俺たち。ただこうなった時にテレーズ落ちちゃ、ルキウス落ちちゃダメだよね。ルキウスは TP 技がとんでもないから、あれを使うためにも生きていたい。で、敵強くない？ HP いくつあんだこいつら。さすがに、まあ元勇者だもんな。さすがに強いか。なんか奇跡的だー。でも大丈夫。焦らずに、あぶね、焦らずに、このダメージキャンセルスプレーっていう名前がさ、全然なんか名前と違うと思うんだけど、おっ、いって倒した。これラス襟なんだよな。ラス襟どころじゃないよな。状態、あ、なんだ、戦闘不能も復活させるから、とんでもないアイテムなんだけど、結構敵が強い。またこれ使わないと。もう残り7個になっちゃった。もっと買っとけばよかった。しくったな。まさかこんなすげえアイテムだとは思わなかった。まあ、戻って買うまであるな。こんだけ有効だったら。しかも敵のこの強くなり具合からして、ちょっと魔王多分めちゃくちゃ強いから、これ本当に戻って、あれいっぱい買ってくる方がいいかもしんねえ。てか戻れるのか？それすらも未知数。戻れるのかもよくわかってない。ただちょっと戻った方がいいかもしんねえ、マジで。まあでもこれで全員2段階ステータス。オーケーオーケーオーケー。バフ2段階上がってるし、この悪質タクルがどのぐらい当たんねえ、マジで。まあでもこいつ1体になっちゃえばもうね、バフ強力すぎないか。400ダメージぐらい食らってたはずなのにな。全然食らわなくなっちゃってんじゃん。えぐいね、バフの効果。もうあとなんかナメプで勝ちじゃないこれ。いやだからさ、命中率の低さ何なのこの世界の。ヒールってお前で今更ヒールってここに来て、もうあと攻撃でいいや。ねえ、悪質タクル当てたい、お願い。ねえ、当てさしてよ。悪質タクル当てたい人生だったな。今だったらどのぐらいダメージ出るのか知りたかった。今だったらこのバフが2段階上がってる状態でどのぐらいのダメージが出るのか知りたかったけど、一回ちょっともっぺんじゃルキウスでバフかけるか。で、あと悪質タクルチャンスか。もう悪質タクルはどうしても当てたいから、とりあえずも悪質タクル打って、もうどうしても当てたい。今なんか3000ダメージだったんだよ、あの時の攻撃力で。今だったらお前とんでもないダメージ変わらんのかーい。これ固定やないかい。固定ダメージやんけ。3000から3500ぐらいのダメージなんだ。だったらもう二度と使わねえわ。普通に殴った方がよっぽど期待したけじゃねえかよ、おい。あの時とはもう違うんだよ。あの時とはもう何もかもが違う。てかもう毒にしようよ。てか、あー倒しちゃった。6万の撃破、なんかすげえの覚えたよ。ちょっとみんななんかすごいの覚えた。俺が負けるだと一体どれだけの力を有しているというのだ。これに来れたら故郷に一回帰るんだ。俺はもう今更戻れないんだよ。ここを裏切り、魔王に従い、空き家にスライム、お前かい。これで税金が下がると魔王は一体どういうからくりだ。下がらねえだろ別に。そして地価が下がった結果、それを補完するために余計に税金が上がった。魔王に従い税金を下げようとした結果、余計に税金が上がってここを苦しめた。もしかして魔王様バカ。どう考えても税金と関係ねえだろ、そんなことしちゃってよ。俺はもう今更戻れない。確かに魔王に寝返ったあなたは悪党かもしれない。でもあなたは税金を減らし国民を救おうとしていた。でもあなたは税金を減らし国民を救おうとしていたんだ。大事なことだから2回言います。でもあなたさすがに3回目はないか。ここよりも国民を救おうとしていた。だから完全に悪に染まっているわけではない。だから故郷に戻れます。ハルルの言う通りよ。そして故郷の人はあなたの帰りを待っているわ。困ったことがあればこのハルルが絶対何とかしてくれますから、安心して故郷に戻れますよ。国王には私たちから適当に話をつけてやる。だから安心してくれ。いいパーティーだな。俺もこんな仲間がいたらこうならなかったかもしれないな。ありがとう。俺は故郷に帰ってみることにする。後のことを頼む。魔王は強敵だ。バッククロージャーを大量に持ってるから金には困ってねえだろうな。気をつけろよ。
さっき覚えたなんかとんでもない技を見せてください私に。税収が黒字だったため放てるようになったかなり強い斬撃、税収黒字剣。70も使うんだ TP。 でもダメージエグそうだね。ちょっと楽しみだな。あと青天の霹靂、説明なし説明があったりなかったりするのなんなんさっきから。でメガヒール、ついに全体回復を覚えた。これでもう負けなしだ。そしてありったけのガリを君たちにぶち込みます。でまあポーションで回復しよっか。いやーこうなってくるとダメージキャンセルスプレーもうちょっと欲しかったけどな。あと力底上げる誰に使う。こうなってくるとこの青天の霹靂でとんでもない魔法力から繰り出す青天の霹靂、それも気になる。あるいはハロルドの、いやもうハロルドの攻撃力えぐいな。いやもうこいつから繰り出すさ、やっぱこれじゃね、税収黒事件これだ。あ、全員じゃねえか誰に使うかですげえ悩んでたのに。そういうこと。俺なんか意図せずして縛りプレイしちゃってたわ。でもそれでも結構いいバランスだった。なんだったら縛りプレイとかいいかもしんで、その方がなんかひりつくぐらいにはぬるゲーだからさ。これで宝箱と魔導書を手に入れた。装備かな、違う、あこっちか、あこっちだ。うわー強っ、ルキウスもえぐいことになっとるわ。ということはこれみんなのユニーク装備が聖なんだ、聖天の導き、いいね。これマーシャの魔力今すごいことになってなかった。マーシャの魔力がさ761、えぐいね。ついにここに来たか勇者ハロルドよ。魔王、お前がこのように君臨し魔王城を建てた影響で税金が上がり国民が苦しんで、魔王城って何工場みたいに言うやんこの脱税野郎め、貴様が一体いくら脱税したか分かってるのか。5300万だ。5300万ですって。今の国王なら一発極刑レベルの額じゃない。今の国王になる前はしっかり納めていたさ。今の国王は税収を私利私欲のために利用し、国民の意見など全く聞いていない。奴は国民のことなど何も考えていない。それは貴様も分かっているはずだ勇者ハロルドよ。前国王が4年前に不審死を遂げたのは知っているか。突然倒れてそのまま亡くなったと聞いている。それがどうしたって言うんだ。先代国王は殺されたんだ。弟である現国王にな。現国王は税金を国民のために使い、自らに豊かな暮らしをさせなかった先代国王を許さなかった。実に自分勝手なやつだ。旅の途中で空き家にスライムが湧いてるのを見てきたはずだ。あれは先代勇者がお前の命令で放ったんじゃ。私がなぜスライムを放つように仕向けたと思う。地下を避け国王に入る税収を下げるためでは。今回の総理は優秀だな。その通りだ。その結果税金が上がったことを知ってるのか。もちろん知っている。だから私から提案がある。魔王の提案を何と思っているのか。まあ聞け勇者アロルド、国王が課す税金に対する不満があるのはこの国の住民のほぼ全てであろう。役人、国民、勇者、あらゆる人間から搾取している国王の信頼はもはや地の底まで落ちていよう。勇者アロルドよ、共に国王を倒そうではないか。この腐った課税改革を終わらせようではないか。なんかいいやつっぽいぞ。ハロルド、魔王に従ったらダメ。こんな脱税野郎の言うことを聞く必要なんてないだろハロルド。僕はちょっと魔王派ですけどね。くさ、一つだけ聞かせてくれ魔王。なんだ。国王を討ち取ったとしてお前はその後どうするつもりだ。まずは全ての税金を撤廃しよう。そして全国民を鍛え直して最強の魔王軍を作り、近隣諸国を蹂躙し土地を増やし、未来永劫我々の民族のみがこの世界で暮らしていく世の中にする。そうか、今の答えで僕の答えも決まった。やはりお前はここで立つ。お前が国王の地位を取ったとしても同じように国民のことを考えないだろう。いやある意味国民のことだけを考えた結果って感じだけどな。今の話聞いてたら諸外国のことを一切無視してるけど。愚かだ、私についていけばいいものを。覚悟する勇者アロルド、力でお前を分からせてやる。ん？バッククロージを持っているのか。それは私が開発したものだ。自主回収してるからな。募集させてもらうぞ。魔王がお前たちも気づいているのではないか。税金より市民が苦しめられていることをな。私の苦手な生姜の匂いがするな。不愉快だ。魔王の HP が微妙に削られた。ガリがここに来て聞いてくるだと。あ、魔王が苦手としてるって書いてあるわ。へえ。これ持ってなかったら超強いとかあんのかな。使用しても多分意味ないよな。さてじゃあこっからが本番だ。 TP をまずハロルドくんは貯める作業が始まって、とりあえずもうまあやることないな。殴るか。青天の霹靂打ちてえな。早くな。ファイヤーさん、まあフートスメルじゃない。これ毒効いちゃったらさ、さすがに強すぎるけどな。なんか新しく覚えた特技なんかよりもさ、何よりもさ、これが一番強いってなっちゃうんですね。しかも相変わらずなぜか3回攻撃。これが一番強いじゃねえかよ。これ毒ダメージ、ほらな。毒ダメージが一番強くなっちゃうじゃん、毒効いちゃうんだったら。それは効いちゃダメだって。魔王様が毒効いちゃダメじゃん。ねえ。ボス戦では毒が効かないでしょ、麻痺が効かないでしょ。そういうもんじゃないですか。ねえ。もうそこを、あえてな。あえて効かせちゃう。
もうそうするとでも俺たちの攻撃全部茶番だけどな。もう全部さ防御しといてさ、あとずっとで毒で毒殺するのが一番いいってなっちゃうもんな。これのダメージ、あー強え。ってことはごめんね、俺ね、俺汚い大人なんだごめんな魔王、俺汚い大人なんだわ、こういうことしちゃうわ。お前が毒食らうのが悪いんだからな。お前が毒なんかラスボスにもかかわらずボスにもかかわらず耐性持ってないお前が悪いんだからな。え、お前も使ってくるんだ毒へえ、同じタイプのスタンド使いなんだね。へえ、まあでも、あ、溜まってね。あ、もうメガヒールでいいか。じゃあこれ毎ターンしてればいいか。これで毒で殴り殺せば。おい、え、ちょっと待って、何そのヒールの回復量、もうふざけんなよ。なんで5万って、しかもなんか今メガヒールしたんだけど何にもなんなかった。え、何にもなんなかったよね今ね。は、ちょっと、もう一遍やるよ。メガヒール、今メガヒール打ったよね。メガヒールを唱えた。ふざけやがっておい、ふざけんなよこれルキウス、お前よ詐欺師じゃねえかこの野郎。はあ、お前ペテン師じゃねえか。これだそういうことでしたか、なるほどね、これで終わらせるってことだ。 TP を貯めてな。で、このメガヒールも二度と歌ねえわ、ふざけんじゃねえぞ。で、これ使えんのかよっていうか、ここで通行 D とか B とかこれぶん投げたらどうなるんだろうな。ちなみにこれってさ使えちゃうんですね。あー、でもそうか、効果ないか。いや、なんか全回復になるかなと思ったんだけど、ラスエリみたいな感じで誰かが死んでないとダメなのか。なるほど、22000もうめちゃくちゃじゃないっすかね。え、終わりだ。20000。ここは税金を国民のためでなく私利私欲のために使っているのだ。いや、うん、聞いたけど、その話はその話は戦う前に聞いたっすけど何だったんだろう今の。あいって痛い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 、ちょっと許し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 てください。でもね、耐えちゃえば、これ使って、でメガヒーラー二度と使わなくって、これ回復量間に合ってないよ。まあでもこれでゾンビアタックし続けてれば、あいつもうやめろそれマジで、本当にいたちごっこだからね、マジでやめろそれ。どうすんの、3回攻撃とかするか。いや、こんなんずっと終わらんやんけ。ポーションしてヒールで自分かな、あ、逆だったかな、ルキウスがポーションでよかったかもしんね。ハロルドの方が TP もったいね、 TP、 これもハロルド落ちちゃったら TP マジもったいないからさ、頼む、ハロルドに攻撃しないで。これ耐えれるよね多分。危ねえ、俺で TP 溜まったからまた撃てるわ。 OKOKOK、 これ2人とも撃てるからこれでまた、まあでもそうだね、5万ダメージまた与えて、まあシーソーゲームみたいな感じでちょっとずつ減らしていけるかな。ソフトウェアアップデート打つか。これでまた合計4万何千ダメージ与えるでしょ。あれ、なんかダメージが、あ、そっか、バフがかかってなかったから、ちょ、順番ルキウス先だったらな。でもバフ2段階かけた上で、あれ、バフ1段、あれ、なんかさっきと比べてダメージがあんまりだな、なぜだ、あれ、まあしょうがないか、そんなもんか。もっとなんかダメージ、え、ちょっと待って、これハロルドは殴った方がいいんだよね、 TP 貯めたいから。で、毒直す方法が、手段がない、あ、これか、これで、でこうか。これねえ、これさ2000年かかりそうじゃないねえ、このままいったら2000年ぐらいかかっちゃうって。足を回復もするんだ、毒直すだけじゃなくて。マーシャ、まあでもこれで TP また溜まって、で2段階上がるから、こうして、ファイヤー3かな、これで2段階上がるから全員 OK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 。 これでバフがかかって2段階上がって、いや、なんか毒さ、お前が毒かかんのが悪いんだからなとかなんか言ってさ、これが大人、汚い大人のやり方だとかいろいろ言ったけどさ、ごめん、毒かかんないとむしろ倒せねえ毒かかんなかったら倒せなかったまであるわ。なるほどね、毒かかるの前提の強さなんだこいつ、とんでもない強さだわ本当にさ。なんかないの、ガリぶつけるとかできないの、できないか、強すぎる
なぜか味方に使うことになる。匂い通る。匂い通るって何これ。使ってみる。よくわかんない。 何か起これっつって。ダメージがさ。で、このフートスメルクソ強いんだよな。普通にダメージ、攻撃としても強いから、これ。下手な魔法より強いから、フートスメル。またなんか、また何にも言わなかったな、今な。何にも起こんなかった。なんか無を取得したみたいになってた。これなんかちょっとずつ減ってんのかな。よくわかんねえな。ファイヤー。全体ヒールがないから、まあ、せめてヒールで、一番減ってんのす。まあ、ハロルドか。これの攻撃が1700だもんね。まあでも TP 貯めたいからマーシャは殴るべきか。ルキウスの 毒魔法の方が強いんだけどさ、普通に。やべ、ファイヤーさん、新しい。あ、いや、一回食らってるか。まあ TP 溜まってるからこれで、また、打って、で、打つと。いやー、なんで？ねえ、バフで2段階上がってるのに、ダメージなんかさっきと比べて全然、さっきなんであんな食らったんだ？なんか攻撃幅にめちゃめちゃムラがあるな。おい、にも、ああ、倒したなんでこいつ、HP、あ、全回復してたのか、あのヒール毎回。もともとの HP そんぐらいしかないんだ。32万の経験値。金お前めちゃくちゃ持ってんじゃねえかよ、おい。ここまで来ただけはある。やるではないか、イシャーロード。だがな、私はここで終われないのだ。私の真の姿を見せてやる。これが私の真の姿だ。このままここを討ち取りに行く。させるか、今一度倒して。いいでよ、我が従順な手下たちよ。イシャーロードを仕留めするぞ。そして BGM 、ね。BGM 消えるのなんとかしてこんない。で、所長とお前らさ、一回戦ってたやつらじゃねえか。寄せ集めじゃねえかよ、誰が出てくるかと思ったら。ただ連戦だからちょっと HP が減ってんのが怖いな。まあでも勝てんじゃない、さすがに。さすがにさ、ちょっと最初の HP が減ってんのだけは怖いけど、今までの寄せ集めさすがに負けないでしょ。ああ、全然勝てる勝てる、楽勝楽勝。ヒールでちょっと立て直すまでは2人ヒール体制でちょっとやろうか。で、立て直っちゃえば、立て直せれちゃえば、もうあとは怖くない。HP さえ立て直せれば勝ち。OK、ルキウスの TP が45以上になったんで、もう勝ちです、これは。次、あれ使って、バフもかけた上で全部立て直して勝ちだな。OK、そしたらもうファイヤー2とか打っちゃいますか。で、3回攻撃ファイヤー3、ソフトウェアアップデート。まあ危なげなく勝ちだじゃないかな。まああんま強くねえな、ファイヤーに。はい、まずは一体。めちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重くて処理落ちしまくってたな、今のは。大丈夫か？オッケーオッケー。立て直して。そしてマーシャの TP が100溜まったんだけど、TP って繰り越すっけ、この RPG。繰り越さないよね、多分。じゃあ撃つか。でもなんかもったいない気がしちゃうんだ。なんか別に繰り越さないんだったら使えばいいのになぜかもったいない気がしちゃうんだよな。あ、全体なんだ。じゃあ使うか。マーシャの全体攻撃で終わりだ。やりなさい、マーシャ君。晴天の霹靂24000。しまった、手下を置いて知らないに魔王がここの元へ急ぎましょう。このままだとここが危ないわ。城に戻れ。なんかシステムメッセージが命令口調なの、ムカつくな。おい、なんだこいつ、いなかったよね、行きでは。お前何。お兄さん、うちの店でボロやってくれたお礼に城まで戻してあげます。いや、またボロキやんけ、お前。2万ゴールドって出てるじゃねえかよ、おい。足元見すぎやろ。まだボルんだ、お前。うちの店もかなり稼いされていて、あれぐらい取らないとやっていけないんすよ。じゃあ、魔を倒して減税お願いします。はい、わかりました。てか、あいつにボラれなかったらさ、あのワープ使えなかったのかな、もしかして。ボラれといてよかった。ものすごいことになってるけど、全部無視して、変わってるとこないか探しに行くから。火事場泥棒をするから、この状況でな、俺はな。知ったこっちゃね、国王の命とか、魔王とか、どうでもいい。
いや、なんにもない。まあ、そりゃそうだろ。じゃあ行くか。一応こいつ話しかけておく。俺たちは魔王の手下に対抗するための訓練を行っている。実は訓練参加生が取られてる。そして参加は強制だ。今、何の話してる。この一大事においてお前何の話してんの。一部の兵士が耐えられなくなって反乱を起こしていたな。手に負えなくなってしまった。え、そうか。普通に何も来ないけど。なあ、ただこいつら慌てふためいてるだけに見えるけど、なんか、しかもそのセリフお前使い回しなの知ってるぞ。俺一回読んでるから知ってるぞ、その使い回しなの。ここでも使えないんか。何なんだこのメガヒール。なあ、この死にスキル何なので、ガリ使いすぎると、でもさ、魔王の弱体化がされなくなるからこのぐらいにしとく。で、あとさ、新しくさ、テレーズがさ、またバケモンみたいな技を覚えたんだ。ファーストスラッシュ、相変わらず説明がない。そうなってくるとルキウスのなんか覚えてほしかったけどな。ルキウス使えない技1個持ってるしよ。じゃあ行くか。あ、ここ。さあ、頼りの兵士たちは倒れてしまったぞ、国王よ。こんなことをして何になるというのだ。自業自得だぞ、国王よ。お前が税金を大量に立ったがためにこうなっていることが分かっているのか。魔王であるお前を倒すための税金だ。お前が理性で国民が苦しんでいるのだ。私利私欲のために税金を使っておいてよく言う。現に兵士や国民からの信頼はないに等しいではないか。そうだろ、勇者ハラルドよ。魔王、帰っておったがハロード、こやつを倒してくれ。このままでこの国が危うい。よかろう、勇者ハロードよ。貴様を倒し、国王を殺し、私の国を作るのだ。魔王最終形態が現れた。そして BGM が相変わらず消える。最後の戦いを始めようか、勇者ハロルド。まあ BGM なくてもまあいいんだけどさ。で、どうしようかな。まあとりあえず TP やっぱ受け継がれない系なんだよね。だから最初やれることはまあ攻撃ぐらいしかなくて、いや、まさかの防御、防御防御防御毒。もう最初から毒が効くことも分かっててな、かかるんすよこの RPG。 この RPG はもう毒かかるんす。で、あとはもう汚い大人を、汚い大人作戦なわけ俺たちは。これでひたすらに防御な。あとはもう持久戦だから。ああ、なるほど、そういうこともすんだ。なるほどね。まあでもそれでも防御。でも一心ぐらいに防御して、まあこれだけ打って、で、これだけ打ちましょう。これで立て直せるから。で、毒直してから、バフかけちゃってね。で、TP が溜まったら、例の技たちを打つと。ただ、それだけの簡単なお仕事なんですわ。いいのか？さっきみたいにさ、定期的に回復しなくて、お前もう十何万ぐらいで HP 減ってるぞ、気づいたら。な、気をつけろ。お前気づいたらもう HP めちゃくちゃ減ってっからな。で、ハロードは防御してください。とりあえず、やっておしまいなさい。いや、待て、2段階バフつけてから、いや、もう我慢できない、撃っちゃえ。あー、マーシャギリギリ足りてないな。じゃあ防御、まあここも防御かな。うん、防御することによってルキウスは45た、おー、ちょっと待ってくれ。もう敵もえぐいことしとる、こっちもえぐいことしてたけど、もうなんかもうとんでもないことになってんじゃないですかね。ね、もうインフレがすごすぎて、もうわけわかんない強さのインフレがすごすぎてね、もうドラゴンボールもびっくりなわけ。何が起こってんのか、わ、もう桁がおかしいのね、みんな。なんだ15万って、今まで当てた全部無駄じゃねえかよ。どんだけ回復すんだお前。いや、お前もそれ使ってくるんかい。しかも強っ、やば、死ぬ。死んでしまいます、やめてください。頭きた、殺すわ。ただな、ちょっとやばいなこれな。ポーションとか使う？これポーションとかで間に合うのかな。まあでもちょっとでもこうポーションで回復するしかないもんな。回復用のアイテムがもっといいの欲しいな。いや、はははは、おいおいおい、いつの間にそんなさやってくれたな。だけどまあルキウス、いやまあルキウスの TP はまあルキウス500ごめんっていうか、まあ頑張ってくれたんで、よしよしましょう。で、ここでダメージキャンセルスプレー打って防御かな。大丈夫大丈夫、立て直せる、これがあればね。やめてくださいよ、もう18番。ふざけてるだろうが、回復量がよ。もうこれもう一生続くじゃんこんな。じゃあ普通に殴ったりもした方がいいのかな。いやでもな、防御しないと敵の攻撃力がエグすぎるからな。
で、ソフトウェアアップデート打つか。ハロルドの HP が減ってるからね。あ、しかもちょうど切れたから。ちょうどよかった。これでかけ直して。これ何ターンぐらい持つんだ？ 3ターンとか、ルキウスに攻撃はいいよ。TP 溜まるからね。で、その分ヒールで回復してあげて、防御。3ターンなんだ。なるほど。あ、じゃあこれ次溜まんないのか。ルキウスになったら攻撃していいよ。あ、これで溜まるんじゃない ?TP ちょうど。あ、しかもみんなの TP も溜まっちゃったね。お前溜めちゃったな、TP な。お前な。お前が悪いんだぞ、TP 溜めちゃって。あ、待てよ。これさ、全員足並み揃えたら終わるんじゃね？あいつどうせ回復してくるじゃん。だから、これ、いっぺんに叩くのが大事なんだ。撃てるときにもう撃つんじゃなくて、あいつの18万ぐらいの HP を一気に減らす必要があるから。ああ！いや、でも、ここじゃね？いや、もうちょっと待つか。もう一回待とう。もう一回泳がそう。もう一回泳がして、で、バカみたいに攻撃してくるじゃん。で、毒ダメージ食らうじゃん。これ毒ダメージ食らうでしょ。これ6万。ここか？ここで全員、一気に畳みかけて、これでどうだ？終わらせるんだ！ 6 万8000！ さらに5万6000！ そして青天の霹靂！終わらないだと！マジか。いやでももうちょっとだと思う。多分。あ、いいのかな？いいのかな？そんなことしちゃって。また、テレーゼくんの、TP が溜まっちゃいましたと。ああ、やっちゃったね、君ね。これでまた5万ダメージ。お仕置きだべ。で、ハロルドに行くと。これで終わりだ。とりあえずでもあれだ、バフが切れちゃうからな。ちょっとダメージ減っちゃうけど、それでも、これもんだ。だけど倒れない。だけど倒、はい。今度こそ完全に終わりです。あ、皆さん。今、毒ダメージが5000しか入らなかったですよね。終わりだ。青天の霹靂。最終形態で私を倒そう。やるではないか、勇者ハルド。ここよ、お前は私だけが脅威だと思っていたようだが、時期に貴様もこうなるだろう。魔王に勝ったのか？魔王に勝ったんだな。魔王討伐完了です。これで税金が下がる。やったな、ハロルド。お疲れ様、ハロルド。だから言ったんですよ、この勇者ハロルドが何とかしてくれるって。ご苦労だったな、勇者ハロルドよ。今日はひとまず休んでくれ。後日また褒美をやる。3日後。おお、すっかり眠ってしまった。今何時だ？10時半。ここでの面会まであと30分しかないじゃないか。やっておきましたか、ハロルド。また昨日羽目を外しすぎて飲みすぎたせいで全員酔いつぶれて大変だったんですよ。そうね、寝かせなさいよ。寝てる場合じゃないぞ。起きろ、もうしゃってるぜ。はは、私は起きているぞ。クソデカボイスで寝言言ってる場合じゃねえ。とにかく急げ。城に向かおう。どうせさ、ラスボス、真のラスボスはさ、国王なんだろ。もう分かってんだ、こっからなんだ。俺たちの家ここだったんだ。鍛冶屋じゃなかったんだね。で、王様、あと30分で王様に会わなきゃいけないのを全部無視して宿屋です。いやもうこの時点で、王様24時間以上待たせてるの確定なのね。で、道具屋にも行っちゃいます。あれ、道具ってどっかで買えなかったっけ？なんかめちゃくちゃいい道具、あ、武器屋でなんか道具も買えるんじゃなかったっけ？ちょっとさ、消費が激しいから、やべ、売ってねえよ。おい、でもガリア売ってるか。ガリ売っててもな、あのさ、このダメージキャンセルスプレーっていうさ、チート、なんで MP 回復しきってねえの。宿屋止まったよね、おい。は？あ、てか税金どうなってる？いや変わってねえじゃねえか、消費税。おい、何にも変わっとらんやんけ、あいつ。ふざけんな。てかもう全部買えよ、これ。まあ、なんとなく想像ついてんだよな。どうせこいつがさ、よく来たな、勇者ハロルドよ。改めて今回の魔王討伐並びにわしの救出、大いに感謝する。私は命に従っただけです、国王様。
今回活躍した褒美としてお前の望みを言え。どんな望みも叶えてやろう。でしたらこの国の税金を下げてください。兵士の人も国民も皆苦しんでいます。それはできない望みじゃ。これから魔王に破壊された城の修繕費、その他諸々にかかる費用が足りぬのだ。まだまだ絞り取る予定じゃよ。そんな、これからさらに税金が増えるなんて、何のために僕たちは戦ったんだ。魔王を倒すことで税金を下げ、国民を救えると思ったのに。でしたら魔王城の地下にあった軍事施設の散策をさせてください。そのことでよいのか。いいだろ、好きにするがよい。ありがとうございます。ハロド君、お前まさかハロド、もしかしてここへ反乱を起こそうとしている。反乱を起こしたくなるよな。まさかまた税金を増やすなんてな。結局魔王の方が正しかったのかもしれませんね。僕は魔王を倒すことで税金を減少し国民を救うことを思っていたんだ。でも違った。あの国王はさらに税金を増やした。さらにあの国王は増やした税収で魔王城跡地にさらに新しい城を建て別荘だとほざき始めた。必要のない城を改修までして別荘まで作り、国民の現状は無視して私利私欲のために税金を使っている。タックスのタウンは盗賊が増え、対処する兵士が税金に耐えられずに寝返った影響で治安が最悪なことになっている。僕は国民を救うどころか逆に余計苦しめているんじゃないかって最近はよく眠れていないんだ。なあハロルド、反乱軍を結成しないか。賛成ね。もうあの国王の信頼は失墜しているわ。仲間なら簡単に集まるはずよ。魔王の軍事施設も抑えたんだ。あの兵器を流用すれば怖いものなしじゃないか。さあハロルド、共にあの国王を倒し、今度こそ国民を、役人を、全員を救いましょう。まあ絶対そうなるかなと思ってたけどこれでみんな幸せになるはずだ。終わりってことこれで。あの BGM は流れるんだけど真っ黒のまま。あ、エヴァやないかいどうせエヴァだろこれ。おめでとう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 、ありがとう。仲間にありがとう。国王にさようなら。そして全てのプレイヤーにおめでとうこうしたハロルたちの冒険は終わりを告げた。魔王は倒れ、世界には平和がもたらされたと思われた。しかし国王の政治に対する国民の不満が限界を迎え、反乱軍と国の戦いが始まった。反乱軍をハロルたち勇者一行が率いた。国王は処刑され、王妃は田舎のボロ屋で生活している。王子と王女は国王の恐怖政治を二度起こさないため、新国王と新女王として国を治めた。空き家スライム問題は解消し、大量の税金は撤廃された。国王なのか女王なのかどっちや最近はプレイング税金が高すぎる RPG。 エヴァの最終回ネタってさ、爆発落ちとあんまり本質変わってねえよなとりあえずおめでとうって言っときゃいいやみたいなさ、とりあえず爆発させときゃいいやみたいなジエンド。はい、ってことで税金が高すぎる RPG でした。そしてここも無音と。でも俺こういう荒い感じの作りの方が好きなんだよな。一周回ってなんかさ、すげえ戦闘バランス絶妙に作られててさ、めちゃくちゃ難易度高い RPG も面白いんだけど、いろんな戦略駆使してみたいな、職業選んだりとかしてとか、ああいうのもいいんだけど、こういう大雑把にさ、なんか7万ダメージパーン、15万ダメージポーンみたいなさ、こういうのもさ、なんか頭空っぽにして楽しめるじゃん。なんか小学6年生ぐらいに戻った気持ちで楽しめるのがさ、逆に一周回ってこういうのが好きだったりするんだよな。はい、ということで税金が高すぎる RPG でした。ありがとうございました。